はい、えー、皆さんこんにちは三橋貴昭です現在日本はですね恐慌と疫病という2つのリスクに直面し、まあ、GDP が大きく減ってしまい国民が多く死んでしまうんじゃないかという、まあ、少なくとも戦後最大の国難を迎えつつありますけれどもこれは政府は国民や日本経済を救えるんんでですすす財政拡大すればいいんですところがなかなか財政拡大に転じられない。 じたととしししてもわずかわずずずずかか少しずつ少しずつついう感じでなかなかななな進まないなぜなのかこれはいわゆるインテリ層と言っても構わないと思いますが、まあ、官僚であったり政治家であったりですねそういう方々が貨幣について財政について国債について勘違いしていると今でも財政破綻という言葉を信じている政治家が多数派でしょう。なぜこれはですね、まあ、こういったケースって人類史には何度もありました。 天、まあ、動説と地動説ではないですけれども正しい言論がなぜか受け入れられない結果間違ったことばかりが行われてみんながひどい目に遭うっていうことは何回も繰り返されたんですけども、まあ、例えば、まあ、センメルベース反射というのが一つ有名ですけどもねあの、まあ、お医者さんが三熟熱を移してしまうとこれ何でなのと調べてみたらどうもそのお医者さん赤ちゃんを取り上げていたお医者さんが手で写していたと。 いうこととが分かったと、まあ、それを発見したのがセンメールベースなんですが、まあ、彼はそれをです、ねまあ、発表したところ、まあ、お医者さんから批判されまくったと。なぜかそれはまあお医者さんたちは自分がお母さんたちを殺していたという事実を認められなかったと結果それをまあ正しいことを言ったセンメールベースを攻撃するしかなかったと、まあ、これがセンメールベース反社なんですけどもあの我が国で緊縮財政という間違った考え方によって一体何人死んだんだと。多分何十万 というようよよなな単位になるんですよそれをやってしまったのが財政破綻論者なんですよとあるいはですね人間っていうのは過去のの自分の言動に縛られます、まあ、まさに今のセンメルベイ3世も同じ話なんですけどもで間違ったことを言ってた人たちがですよそれは間違ってたと分かってそれでは道を正しい方向に変えますかとなななかなか起きないんですよえなぜかというと人間はまあ今までやっていたことに縛られるこれを経路依存性と言いますけれども。 まあ他にもいいろろあります例えば財政破綻論者は財政破綻論者としか話さないんです認識共同体とかですね、まあ、そういうさまざまな社会科学の現象によって我が国は緊縮財政から転じることができないというのがこれが事実なんです。ということでぜひ今回ですね中野武先生がまあそういった社会科学についてお話ししてくださった動画をご覧になっていただいて我が国のその問題の根底に何があるのかというのをぜひ ご理解いただければと思いますそれではどうぞみなさんこんにちはこんにちは <laughs> <laughs> 三つ TV のお時間です、はい、この番組は経営科学出版の提供でお送りいたしますはい今回もですね中野武先生をお招きしてお話を伺いたいんですけれども <laughs> いいボケだったな <laughs> <laughs> 絶対罠取れちゃいましたさじゃあ前回に引き続き ちょっと康介さんの疑問に思っていたことを中野さんにぶつけると。はいはい、これ贅沢ですからね。間違ったら負けるね。<laughs> 今回の連中が。やっ、ね、り強くぶつけないでね。<laughs> <laughs> はい。えっと私最近ミツアシ TV で知って一番驚いたというか、うん、そういうことがあるんですけど、企業が、うん、あのこれからはグローバルだとか言って、うん、グローバル市場でなんか価格競争をして。うん でなんか国内それって国内の人件費を下げちゃうじゃないですか、うんうん、で内需が伸びなくなって、うん、でもそれでもやっぱりこれからグローバルだみたいな感じ、うん、なんかこう悪循環っていうか変な循環になっているなって思うんですけど、うん、あれって何なんでこれってこれもやっぱり社会科学っていうのは面白いもんでえっと一つのヒントがえっとこれ。 自己実現的予言っていうのはこれあの社会学者のロバート・マートンっていう人があの言った面白い現象でさっきの合成の語尾みたいなね、はい、面白い現象なんですよ。でそれで考えるとよくてまあそういった話はこっちの本に書いといたんですけどっけ、うん、こっちの本に。で簡単に言うとこうなんですよ。言っってるここととがが本当になっちゃうってことが社会では起きる<ー>でさっきので例で言うとこれからはグローバルにで 叩かなきゃいけない。グローバルな市場外需を取りに行かなきゃいけない。なぜって聞くと、もう内需は人あのもう縮小するからと。で縮小するから取りに行かなきゃいけないって言、えー、うわけで取りに行こうとしてでも外需を取りに行くと安い。労働者とかとも叩かなきゃいけない。うん、世界中の企業と叩かなきゃいけないので給料を。あ 上げげられなくななくるるるむしろ下げるっていうことこ、うん、そうすると日本国民は給料が上がらなくなるので、うん、また消費ができなくなって節約をすると、うん、本当に内需が小さくなるとほら内需小さくなったじゃんだか,ら外需をだから外需を取りに行くしかないって俺言ったよなみたいな感じになっちゃうんだけど <laughs> こ,のこれを自己実現的表現っていう,のがうんだけど有名な例は2つあって1つは例えば銀行で。 銀行で別に健全に経営をやってる銀行があったとするとところがある時あの銀行は倒産するらしいぞって噂が広がってみんなでそう思い込んだ結果「いやうちは健全です」と言っても「いやいや倒産する」って聞いたから心配だから「お金引き下ろすわ」と言ってみんなが殺到してお金を全部引き下ろしたら本当に経営が不健全になって潰れる。これれはその銀行が不健全だとと潰れるぞと 言言っったた予言が本当に潰れたっていう例でここういういとはよく起きるでもう一つ有名な例がアメリカは昔、まあ、今も若干そういうとこあるけど黒人差別みたいなのが横行していった時っていうのは、はい、黒人っていうのはその頭が良くない知的水準が低いっていうふうにみんな偏見で思い込んで、うん、本当はそんなことないのに、うん、そういうふうに思い込んでいた。そうすると えー、黒人は知的水準が低いから学校で勉強させても無駄だっていうことで学校に黒人をやらないってことになると今度は学校にに行かかななないらら本当に知的水準が上が上なくなるうそうすると、えー、知的水学校に行ってないせいで知的水準が低い黒人がいっぱいいるのを見るとほら黒人って知的水準低いだろってなるっていうようなこういう恐ろしい現象が実はある。だから今回のこのこ あの人口減少とかあるいはあのもう一つあるのが人口が減少するから経済が成長しないとだからえ財政が破綻するので消費増税だってこういう議論も実際にはそう思い込んで消費増税をやるとみんながえお金がなくなってでお金がないとそれは子どもってお金かかりますから結婚もできない子どもも増やせないってことになると人口が減っていくと。これは消費増税のせいで え人口が減ったのにほら人口が減ってきたやっぱり増税するしかないと言って増税するとまた人口が減るということで悪循環ということがブワーって起きるのよなんか全然違うなんか気持ちいいなこんなに感心して <laughs> <laughs> どうだててね。<laughs> なんか全然違うかもしれないけど、うん、これってバブルとかもそうなんですか<ー>全然別そうそういいやいやそうですよだからそういうふうになんというか、えー、バブルもまさにそうで、うん、あそこの 賢いねそうなんだ <laughs> つまりあそこの物件はこれから上がるぞと言って <laughs>、うん、みんなが思い込んで買うから物件の価格が上がる、うん、やっぱり上がっただから買おうだから本当に社会っていうのはさっきの合成の誤病と同じで、うん、なんかうまくいかない。うん、みんな一一人一人で うまくやろうと思ってもみんなで集まるとおかしなことやるだからこういうふうに考えると例えばつまんない話ですけど子供の時とかよく学校でその昔日本は戦争をして大変なことになって負けたんだよみたいなことをすると子供だったら誰でもなんでそんな戦争をしたんだろうとか、うん、いろいろ世の中歴史をやると不思議なことってあるんですよどうしてこうなっちゃったんだろうどうしてこうしちゃったんだろう なんで分かんなかったんだろうって思うんだけれどもそれっていうのはよーく分析をしないと単、えー、に戦争をやったのはみんなが戦争したかったからだとか、えー、アホだったからだってとか日本人が野蛮だったんだとか、まあ、決めつけるのはいいんだけどもよーく見てみるといやそうじゃなくて、まあ、詳しいことはよく知らないけど例えば戦争をしないようにいろいろ努力したらしたんだけれどもその結果としてかえって戦争を招いてしまったとかね。 なんかそういったことっていうのは結構あるんですよ。うん、で、そういったその全体を見なきゃいけないとか、えー、長い目で見なきゃいけないとか、そういうふうにこ個別のこういう目で、えー、簡単に結論をしないでまあちょっと考えなきゃいけないんだけど、それをまあやってないっていう。うただこの自己実現の要因ってすごい怖いでしょ。怖い。怖いんだけど、これをどうやって突破するかっていうのは難しくて、はい、でもねこれはね正しい。 真実を広める以外ないんですよ、うん、例えばあのこの銀行は不健全だっていうのはもう健全だってことをしっかり一生懸命言い続けるしかないし、うん、あの黒人は知的水準が低いなんていうのも恥ずかしい差別なんだそんなことはいけないんだというふうにやっぱり強く正しいことをまあ言う以外に方法がなくてですね、うん、もうだから実はこの自己自然要言の解決方法ってすごい みたいに単純で正しいことを一生懸命言い続ける以外に手がないでうんでも結局プロパガンダ戦ってことなんですそ、ね、そそうううういうことですいや、まあ、ここもまさにプロパガンダ戦をやってるわけでもないんですけど一応私的にはじゃあ次の質問いきましょうか。はい、えっと MMT の説明を聞くと日本になんか財政問題というか財政破綻とかいう問題ってないって聞いたんですけど。 なんでこう財務省とか財政破綻納者っていうのはそういう今まで言ってきたことなんか違ってましたみたいな態度を改めるっていうか基本的にこれね難しいんですけども、あのー、これは今財務省がとかいうふうにおっしゃったけれどもまあ誰かに限らない、うん、誰でも、うん、人間っていうのはですねまあ基本的にあの間違ってましたってえとかなんか言っていうのはあんまり できないように脳の構造にがなっているらしくてこれもなんかもう神経科学の実験かなんかであるらしいんですけどまあ日本人が特にそうだとはよく言われるけどどうも日本人に限らないんだけどもえ集団の多数派の意見と違う意見を思ったり言う,いうことっていうのにものすごいストレスが脳でかかるらしい。多分え昔 人間がそのそれこそマンモスをかけたりとかそういう風な頃の時代から多分集団と同じ行動を取った方が生き残りやすいっていうようなことが多分あったんじゃないでか。本能です、ね、本能みたいな。だからしたがって本能として、えー、集団の多数派の意見には逆らうなっていうようななんか信号が あるらししくてて実験結果として確かにそうで,、うん、で,で場合によってはその真実を見せられてもそれと違うことを多数派が言ってるともう知覚としてその真実が歪んで見えるぐらい強烈なその<ー>、えー、なんていうかあ,あるらしいんですよ集団とか多数派に、えー、順応するっていうような本能みたいなのが、まあ。 えー、あるとでだから MMT を支持したりできない理由っていうのはまず最初にまずそれがあると私みたいに MMT が正しいと思うのは多分脳にどっか異常があるから <laughs> <laughs> でこれをあの、えー、どっかの動画かなんかでも紹介したこの本の中でも少し売れましたけどえー、っとセンメルベース反射、はい、っていう言葉があるんですね超人大陸ですね超人大陸か、ね、うん。 でこれっていうのは要するに多数派の意見はに逆らう少数派の意見はもう反射的に拒否をする現象をセンメルベース反射ってえ言うんですけどもセンメルベース反射のセンメルベースっていうのは人の名前なんです。でセンメルベースっていうのは19世紀の半ばぐらいにえっとウィーンの病院にイグナーツセンメルベースって若いえお医者さんがおったんですね。 でその頃あまりその例えば、えー、細菌とかそういうばい菌とかそういう概念もなかった古い時代なんだけれども、うん、そのウィーンの病院で、えー、お産をするとどういうわけだか、えー、子供を産んだお母さんが高い熱を出して死ぬってことがしょっちゅうあって、うん、なんでだかかか原因が分からなかったでセンメルベースは見てると見てるちにこういうことに気づいて。 こっちではお医者さんが、えーえー、子供分娩をしているでこっちはお,お医者さんが足りないので助産婦さんとか産婆さんがやっていたらどうもこっちではその熱出して死ぬっ三熟熱っていうらしいんですけどそういう産婆さんがやってる方はあんまりいなくて、うん、お医者さんがやるとすごい死ぬ率が高かったと。うんで センメルベースはその時細菌が結論から言うとお医者さんの手に悪い菌が付いててそれのせいだったんだけど細菌っていうこと自体が当時知られてないのでなんか分かんなかったんだけどセンメルベースはどうも医者の手から何かが出ていてそれが病気の原因じゃないかって思ったので手を洗ってやらせたと。 どどんんん減ったんですねでやっぱりこうだってことでじゃあ医者はあの分べをやるときには手をきれいに消毒をすべきだというふうなことを上司に言ったで言ってそれも発表をしたんだけどそれを「やんなの話話にならない」ってそんなバカな話あるかというふうに全然聞いてくれないと。それでずっと人は死に続けてであのそういうふうに。 主流派のお医者さんの間ではその最手から何かがお医者さんの手から何かが出て親子が死ぬとかそ,そういった概念がないから、うん、若いセンメルベースが言ってることをなんか素人が何を言うんだと<ー>勘違いだと言って弾いたっていうのもあるしもしセンメルベースが正しいとすると親子を殺してたのは自分たちだしかも相当長年にわたって殺してたんだ認めた,認めたくないと。だから、うん あのあ手洗ってませんでした手塀なな <laughs>、うん、じゃ済まない、ね、済まないねそ,うそ,うそれでそうすると済まないっていうふうにはっきり思ったのかどうかは知らないけどやっぱ本能的に不都合な話っていうのはやっぱり誰だってこう、うん、見ないようにしたからと。加えてえらい先生方が長年そのことに気づかなかったのにセンメルベイソっていう若いハンガリー人なんだけどハンガリー人の若いお医者さんが。 えー、確か当時まだ研修医だったと思うんだけど<ー>研修医ごときが何を言うんだって普通そうなるの。で、えー、実はセンメルベイスはその病院を、えー、つ続けようと思って更新しようと思ったらダメって言われて追い出されちゃって<ー>追い出されちゃってでしばらくしてで彼は自分の主張は正しいって分かってたしもう親子が死んでくのは耐えられないので、えー、本を書いてこれを否定する奴らはボコスカに。 批判をしたと多分どういう本だかよく知らないけど全国民が読医者の目からうろこが落ちる者い目 <laughs> かちるそういう本を書いて、えー、やった結果、えー、何が起きたかとと「こいつ頭おかしいんじゃねいって言われて精神病院に送られてで精神病院から脱出しようとして逃げようと思ったら終焉に捕まってで半殺しにされてその傷のもとで死んじゃった。 で後にセンメールベースが正しかったことが判明をして、うん、でそれ以来正しいことを、えー、少数派の意見を言っ,て言ってそれが正しいのに拒否することを、うんまあ、センメールベース反射っていうようになったんだけど MMT なんていうのはまさにそれで、うん、例えば三橋さんとか私とかが、えー、MMT が正しいとか MMT が言ってる内容と同じようなことは我々だってずっと、えー、もう10年ぐらい前ですね。 言ってきたわけですよ言ってきたんだけれどもこれがまさに例えば東京大学の、えー、経済学部の教授とかあるいはこれは別に日本に限らなくてノーベル経済学賞を取ったアメリカの有名な大学の教授とかが言ってることを違うって言うわけですよ。で我々がそれをこう言って普通の人は それはどっちを信じるかってそれは僕らも自覚してるんだけど普通はそれは僕らを信じようとか話を聞いてみようっていうのはまあ普通は思わないっていうようなでいくら分かりやすく説明をしてもまあそうかもしれないけどでも誰でも思うけどもしそれが三橋さんが言ってることや私が言ってることは正しいんだったらじゃあなんでそれと違うことを言った人がノーベル賞を取れるのって普通は思っちゃうんだけれどもだけどねそういうことって 恐ろしいことにあるんですよ、うん、みんなで間違えるっていうことはこうあるしでその偉い先生は例えばノーベル賞なんかを取っちゃって間違った考えでノーベル賞を取った人がですねその自分の地位を,をまで押し上げてくれた考え方が間違ってるって言えない普通は言えないというようなことで、うん、そういうことをこうみんなで。 やっっちゃってるので、うん、だからまあなかなからなな難しいこれはでも本当に難しくてさっきの自己実現的予言っていうのを打ち破るには正しいことを言い続けなきゃいけないんだけれども、まあ、それと同じでも地道に <laughs>、うん、正しいことをまあ言っていくしかないんだけどこれはでも経済では本当によく起きて多分でもあの今でも医学とかでも しょっちゅうそういうことって多分よく知らないけどあ,あると思うんだけどでも僕だって医学についてはど素人だからやっぱりお医者さん偉いのお医者さんが言っていてそれは違うって言うとやっぱり大勢の人が言ってる方が正しいかなってやっぱり思ってなんか膝が痛いと言ってコンドロイチを飲みまくったりとか、ね、<laughs> <laughs> やっぱりそういう風にやっぱりどうしてもしちゃうのでまあしっかり 仕方がなないいっっていうとうところはまあちょっとあるんだよ、ね、んでもセンメルベースはもちろん死後ですけれども、まあ、名誉が回復されて正しいことが分かったそれがまあ広まったじゃないですか最終的には、はい、時間かかかければななんんととるってことなんですかね、うん、だから時間かければ何とかなるしもしかしたら、えー、言って時間かけても何とかならないで我はセンメルベースはまだ名前が残ってるからいいけども、うん、我々が知らないところで正しいこと言って死んだやつらが <laughs> 山ほどいる可能性もある。うん、で えー、実はその。経済学者でシュンペーター、ジョセフアロイスシュンペーターっていう人がいて。はい、彼もその、そういうふうに、えー、多数派の意見を覆そうとした優秀な。経済学者なんですけど、彼は。彼で、なんで経済学者っていうのは、考え方がこうも変わらないんだろうっていう研究をやってるんですよ。たぶ、はい、自分の言ってることは全然通用しないから。<laughs> そういう研究してもらっちゃった、ね。<laughs> かわいそう。なんでだって。で,って <laughs> で、研究して。 なんだけどやっぱりでも考え方が変わるときってあるんですよ、うん、天動説から地動説に変わったりとか、はい、進化論が出てきたりとか最初はボコ殴りされるけど考え方が変わるときもあるんだけど一つは環境が大きく変わった場合、うん、つまり天動説では説明できないのことが山ほど起きたり新しい星が発見されたりとか、うん、そういったことが起きて環境が変わった場合っていうのが一つあると、うん、もう一つはね、やっぱ世代交代だっなるほど だから時間がかかかるると変わるかもししれないっておっしゃっゃたのは、はい、多分世代が変わる<ー>で世代が変わるとそのもう自分偉くなっちゃった権威になっちゃった人は自分の考えを変えると自分の存在意義にかかるんだけど、うん、若い人はそれあまり関係がないので、うん、いやもちろん偉い人が若い人で同じ考え方の人を可愛がるから、うん、そう簡単ではないもののそれでも世代が変わってくるとだいぶ薄れるので環境の変化と世代交代。 で環境の変化っていうと MMT っていうのは10年前にリーマンショックっていうのが起きて、はい、あれは主流派の経済学はそんなこと起きないとしたのに起きて、うん、でその後景気がなかなか回復しないのもあいつら主流派経済学が言ってる通りにやったらうまくいかないから、うん、だからこれはリーマンショックっていうのはある意味環境の大きな変化だった、うん、だけど環境が変化しただけでは正しい考え方って やっぱり主流にはなってないんだけど、うん、あれから10年経って MMT っていうのが出てきたって多分ね、うん、世代交代なんですよ世代がねだんだん変わりだしたでアメリカとかで MMT を支持してるのは実は若者が多いそうですね<ー>で言われてみるで若者で SNS とかを通じて若者が多くって、うん、でかつこの前聞いた話だけど、えー、いわゆる社会主義者と言われる人たちが MMT を担いでるんだけど一ばかし前の世代、まあ、僕らも入るんだけど社会主義イコールアホって ととか危険っていうことになってこなたんですね<ー>あの例えばソ連が崩壊したりとかした1990年代の、はいはい、とかの初めにでそういった時があったので社会主義っていうのは悪い意味で使われてたんだけど<ー>アメリカの今若い人たちって社会主義って別にそんなに抵抗がないんだってうそういう言葉に。私も91年生まれなあっ<れ>すごいね。<laughs> なんかノティよくある。<laughs> だから逆に何だろう、そう言われてた時代をあんまり知らないという。そうそう、<ー>その感覚ないね。感覚ないな<ー>。うん、そう、大人はすごいあゆ言,言ってる人もいるなみたいな感じ。実感せないんでしょうねう。でもそれ、それ知それの崩壊と同時に生まれてるわけそ。そう,そう,そうだからまだ右翼だ左翼だっておじいちゃんたち言っているな。前も言ったんだけど、まだベルリンの壁が。 の頭の中に残って右脳と佐の間に挟まって。<laughs> 私もねそう言われてみたらね上の世代がねその憲法改正が絶対ですみたいな感じの人たちがいるじゃないですかいわゆる保守な方々その感覚わかんないんですよ。うん、でも彼らからしたら自分たちの世代だと当然だったんでしょうね。うやっぱ変わってるんでしょうねう世代によって。はいはい、僕は同世代の言ってることはよくわかんないんだけど <laughs> <laughs> 向こうもわかんないしてるけどね。<laughs> <laughs> というわけでですねお話お話は尽きないんですけれども、えー、まだまだ。 いろいろ聞きたいので一旦ここで切って次回に続きます。